ップの真似子ただのママごと上ごと土地代ブークのレキゼンのサウンドルーク伝えたい無駄に黒い国道沿い、でかいイオンがぶっこハードファッカー Yeah ライタイファイブするなのにする敵不安に込み合い残念地元の名店より原点ありがたがる似た者と勝ち点片道に向かう休日遠征取り替え分からぬ誓って遠征だけど誰かもと何も関係ないのは最後は見直れる
Thank you.
Thank you.
「かな今日は手話機能の時」
ちょっとでいいから。
げいたこと泣いていたことほつれた袖の糸を引っ張ってうっと清掃を作ってみたんだ。お互いの指を押し通してそれは一口で絡めて僕ら笑い合えたんだ。そこにあなたがいてくれたならそれでいいんだ。Thank you.
辻褄もきっと合ってない、物語の続きに独りよがりの毎日に、ハッピーバースデー君に言ってほしいだけ。くだらない
ドアの閉まる音、カレンダーの印、部屋から聞こえる君の泣き声、逃げることの方が怖いと君は夢を追い続けてきた。努力が報われず不安になって、珍しく僕に当たったりして、ここで諦めたら今までの自分がかわいそうだと君は泣いた。夢を君へ、思い出してつまずいたなら、いつだって物語の主人公は笑われる方だ。人を笑う方じゃないと僕は思うんだよ。誰よりも転んで、誰よりも泣いて、誰よりも君は立ち上がってきた。僕は知ってるよ、誰よりも君が一番輝いてる瞬間を。涙が溢れるのは君。